こんにちは、カオルンです。みんないつもと違うお部屋だっていうのがわかるかな。ついに僕は横浜に引っ越してきました。イエイ。まだね、全然片付けてないんですけど、これでも結構やったんですよ。で、僕一人の力じゃなくて他の人にも手伝ってもらってここまでにしました。今日はせっかくなんで、新しいカオルンチャンネルのお部屋がどういうお部屋になるのかっていうのを皆さんに見てもらいたいと思います。前回、前々回、ちょっと途中でラーメンの動画が上がってるかもしれないのでわかんないんですけど、前々回かな、僕の部屋を紹介したんですけど、ちゃんと見てよ。サムネだけ見て終わりっていう人が最近いるみたいだから、ちゃんと見てください。新しく、まあ、部屋も変わって、で、前回じゃなくて前々回の時に、まあ、いろいろ僕の話したいことを伝えました。例えば、新しく一人暮らしになるからレイアウトをこうしたいとか、もっともっとおしゃれにしたいっていうのを皆さんに伝えたんですけど、他にもいっぱいやりたいことがあって、例えば最近プロスピっていう野球ゲームにハマってるので、そろそろゲーム実況チャンネルを開設しようかなと思います。とか、ライブ配信、一人暮らしだから好きな時間帯できるっていうところでやっていきたいなと思っているんですが、今日はね、まだ中途半端な片付けっていうところで、せっかくなんでカオルンチャンネルのカオルンの撮影現場が一体どんな感じで出来上がっていくのかっていうのを皆さんに見てもらいたいと思います。イエイ。 YouTuber の現場を作っていくところを見るってなかなかね、ないと思うんですよ。ヒカキンさんとかよく引っ越してると思うんですけれども、やっぱりヒカキンさんとかってめちゃくちゃすごい方なんで、家も豪華じゃないですか。でも、こういう普通の家でおしゃれに作っていくっていうのを皆さんに知ってもらえれば、これから YouTube やりたいとか動画配信やりたいっていう人が、まあ、身近にね、できると思うので、知ってもらいたいなと思います。で、本当は、途中途中をしっかりとリアルタイムで撮影し続けようと思ったんですけど、さっきね、一回試してみたら、20分くらいでね、動画が切れちゃって、多分カメラの性能だと思うんですよ。なので、今回は、ちょっとね、一気に、完成までの動画になっちゃうと思うんですけれども、完成したお部屋を皆さんに見てもらって、新しいカオルンチャンネルの現場はこういう感じなんだなっていうことを皆さんに知ってもらえればいいのかなと思います。それでは早速ですが、完成まで行ってみましょう。それではレッツゴー。はいはい、ということでね、お部屋が出来上がりました。イエイ。あれ、カオルン服が変わってるじゃんって思う人いるかもしれないんだけど、なんと引っ越しの作業をさっき始めてから12時間が経過しました。イエイ。12時間じゃねえわ、もう24時間ぐらい経過してるかもしれん。だって始めたのが昨日の夜の18時で、今なんと次の日の午後の2時半ってことは約20時間ぐらい経ってますね。ありがとうございます。すいません、遅れちゃって。段ボールがいっぱいあって、やろうかなって最初気合い入れてやってたんですけれども、やっていくうちに、ああ疲れたって、あるあるパターンね、なってゲームやったり漫画読んじゃったりテレビ見ちゃったりと、本当に遅くなってすみません。まあ謝っても多分動画ではカットされて5分ぐらいになってると思うので、みんな、あ、次の日になったんだなっていう感じで見てもらえればと思います。もう早速部屋を紹介していきたいと思います。まああれだね、ざっくりリビングを紹介していくんだけど、まあその中でね、こういう風に工夫したよなんて言えていければいいかなと思います。はい、ということでね、お部屋の方を紹介していきたいと思います。早速やっていきましょう。このテーブルはね、前僕が実家で撮影した時の畳の僕の部屋と同じ机になりますよね。まあ相変わらずスタンドが置いてあって、あとはあれだね、パソコンが置いてあって、で、まあいろいろいつも通りという感じで、ただね、前はね、ここら辺にテレビがあったんですよ。なので、まあ前見てくれた人は分かると思うんだけど、こうね、椅子を横に傾けることによってすぐにテレビを見ることができるっていう間抜けモードだったんでね、今回はちゃんと動画の編集用に、机を、場所を変えましたということです。はい、そしてね、こちらがベッドです。まあごめんなさい、今ね、ベッドちょうどね、日干ししてるんで、まあ外天気悪いけど日干ししてるので、ちょっとね、縦向きになってるんですが、なんかね、スノコがついてて、そのスノコを上に上げられて干せるっていうめちゃくちゃ万能型で、かなりいいの買ったなって思います。でもね、値段は2万、まあ、1000、2000円ぐらいで、ニトリで買ったんですけど、それなりにはね、安い部類には入るので、
十分一人暮らし用に最適だし、値段もコスパがいいということで、みんなもいかがでしょうか。で、ベッドの追加で、まあ相変わらずね、前と同じように物が置けるスペースになってるんですけど、前の実家の時のね、ベッドとちょっと違うのは、ここのね、幅がね、少し狭いかなと思います。まあそれでもティッシュをね、上向きにして、まあ、横に傾けてというところで十分やれるのでいいのかなと思います。で、外ね、かなりベランダ広くないですか。ただね、これやばいのが、普通にね、横を隣の人見えちゃうんですよね。まあちょっと一回チラッと見たんですけど、それは皆さん内緒ですからね。まあでも住んでるのは基本一階は男の人が多いので、まあプライバシーね、全然大丈夫なんですけど、まあ縄跳びしようかな、縄跳びしちゃおう、久しぶりに運動しようかっていうところで、ベランダのお話でした。はい、ということでね、次テレビ来ました。ベランダのね、右側にあるんですけれども、前はこれがさっきのテーブルの横に置いてあったんですが、今回はこちらに置かせてもらいました。テレビの分波ケーブルがここにしかないっていうことだったので、まあテレビはここにしました。で、ちょうどベッドがね、ごめんなさい、手が入っちゃった。テレビとこのベッドがちょうどこっちのね、正反対にあるので、ベッドに座りながらゲームをすることができるっていうのはめちゃくちゃいいかなと思います。で、プリンターなんですけど、プリンターは上の方に、置きました。で、プレステ4社において同じゲーム機の Wii をここに置きました。ちょっとね、プレステ4を本当はゲーム機と同じように上にしたかったんですけど、あのプリンターね、これコピーとスキャンをするときに上を開けるので、下だとちょっとね、高さが低いのかなと思ったので、プリンターは上にしました。で、なんとなんと、こちらが大目玉。これからここでカオルンチャンネルの動画を撮影していきたいなと思います。で、最初の方にも言ったんだけど、ヒカキンさんとかすごくね、あのすごい方で、大きな家に住んでる方と違って、僕はね、一般的なお家に住んでるので、一般的って言ってもね、会社の寮なんで、とっても嬉しいですよ、ありがとうございます。一般的な寮に住んでるので、まあいかにね、装飾を工夫するかっていうのは大切になってくると思います。まあこれから YouTube を始めたい人とか、または YouTube じゃなくて動画配信をしてる人とか、単にね、インスタとかそういう風に上げたりとか、家をおしゃれにしたいとかっていう人のためにも役に立つっていうお話をしたんですけれども、これが肝なんですよ。こちらのこのレンガの模様がした壁紙シート、これね、大きさがちょっと忘れちゃったんですが、壁に貼ることによって一回試したんですよ。かなりおしゃれかなと思いました。で、あとはね、こういう風に僕はまあギターを置いてるんですけれども、まあギターだけじゃなくて、何かこう自分の個人的なアピール、自分の特徴になるようなものを置いてもすっごいおしゃれになると思います。で、あとはね、撮影の時には映らないんですけれども、こちらのね、マットとかも、まあ自分がね、動画撮影をしていく上でモチベーションを測るのに最適なね、おしゃれなマットを置いたりしました。で、このマットなんですけど、まあ4色の1枚組に見えるんですが、実は違くて、これ、まあ、こういう風にね、剥がれるようになってるんですよ。で、1枚270円からまあ300円ぐらいかなっていうことで、そんなに高くないので、まあ自分の好きな色にね、組み合わせてもらって、おしゃれにしてもらえばなと思います。十分ね、これだけの値段でもかなりおしゃれになるのでいいかなと僕は思います。僕はね、基本明るい色が好きなので、赤系とかピンク色、黄色とかいう感じにしてみました。で、赤とピンクがかなり、まあ、対比的になるし、黄色とオレンジ、こちらも対比になるので、うまくね、バッテンになるようにしておきました。で、仮にね、撮影した時の場合こういう感じになるんですけど、結構おしゃれになりますよね。で、前は僕は実家の時、あのテーブルの座るパターンの方、あの地べたに座らないで椅子に座るパターンでやっていたので、まあね、あのこのカメラのスタンドを置くと、ラーメンとかを紹介している時にそんなにあのテーブルが映らなくて、無理やりね、自分の方を猫背にしたりしてやってたんですけど、これならね、かなりあの座りながら、地べたであぐらかきながらとか正座しながら撮影することができるので、かなりパフォーマンスも上がるのかなと思います。で、なんでこういう風にしたかっていうと、バンユンさんっていう太田事務所に入ってるすごく有名な YouTuber さんいらっしゃいますよね。あのお二方の撮影してるところを参考にして、こういう風にさせてもらいました。ありがとうございます。まあ豪華な方、豪華な方って言ってますけど、すごい方って言ってますけど、あのそういう方たちも最初の方はあのこういうね、シンプルな暮らしをしていた中でおしゃれを見出したってところは、僕もすごく参考にさせてもらっているので、あの感謝しております。はい、ということでね、カオルンの新しいお部屋紹介していったんですけれども、いかがだったでしょうか。
あ、少しは役に立ったな、面白かったなって思ってくれる人がいれば、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。今3月でまだ学生でこれから社会人になるんですけど、動画の方ね、どのくらいの頻度で上げられるのかとか、クオリティとかどうなのかとか、あとはゲームの方、そちらの実況チャンネルもやっていくとか、いろいろやりたいことあるんですけれども、なるべくね、皆さんにお届けできればいいかなと思っているので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。